さあ始まりました、タダ旅。やったしかもただ行くだけじゃないです、うん、河口湖でリゾートグランピングをやります。こちらが本日のお宿です。ちょっと怖いんですけど、はい、どこいくら11万。え、これあるよ、これ全幕に。いや、4の方が高い気がする。これもう多分終わってるね。これ一番笑い戻し高い今日。え、でしょうね、でしょうね。マジ？さすがにでしょうね。やばおはようございます。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 朝です。プール行きますよ。え、朝から？ホットサンドしよう。おはようございます。朝飯です。これ何ですか？鉄板土下座です。鉄板土下座焼き、はい、鉄板土下座焼き、外れたものからここにおでこをつけたよ。おーおーおお、ちょっと厚さ見ますね。はい、わー、半端じゃないやろこれ。うまそう、うまそう。ホットサンドです。ここにおでこをつけるのやぶさかじゃないの。やぶさかではない。朝飯贅沢や。やばくない、これ皆さんこれ食べたことあります？これなんすか？お好み焼き、これお好み焼きかと思ったんだけど、うん、朝からいいなと思って。何これ？キッシュ。あ、キッシュか。何これ？贅沢、贅沢のやつか。キッシュって何？あの、富裕層の食べ物です。富裕層の食べ物ですね、はい、食いましたけど、はい、うまいよ。わざわざさ、このさ、パイ状にしてさ、うん、手がこんなさ、うめえな。いや、昨日飛んじゃったね。まだ郵送ゾーンに。そうですね。モーニング始まりました。なんの？オートレス。オートレス。やらないと。知らない。カラス2レース。あと6分。そんなよくはない。よくないね。まあ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 。まあ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 、まあ。しまった。歌舞伎様の朝です。ちょうどモーニングルーティン。モーニングルーティン。ボートレースをしながら R1 を食べます。でもこうやって朝からボートレース見てること普通にあるし。起きてることはない。寝ながら。あ、ベッドでゴロゴロしながら見てるっていう。でもずっと音流して展示始まったなと思ったらパッと起きて見て見て考えて寝よう。でひらめいたら買うんだけど、展示待ってる間とか。考えた間に寝ちゃうことがやっぱある。で、出走するときの音でファンファイア、あのファンファイアで一回目が覚めるそう、やべえ、勝ってないみたいな。これが本当のボルジュだよな。4行ってみろ。4来たら終わるぞ。4は良さそうだったよ。その壁になるよねと思うけど、行け。4あるよ、あるよ。抜けろ、抜けろ、閉めろ。さっき上くんじゃないこれ。ほら。花の。あるよ。一応あるよ。146。146？あるよ。41もあるし。146。あるある。いや、しかもこれ高いぞ。俺も持ってる。そうだ、持ってる。私も持ってる。え、ダブル？本当？え、トリプル？うん。あ、僕高い。僕4万とか。あ、そうか。ミサちゃん。持ってる。16だったらマジやばい。終わりだよ。16万。16も146なの。46だ。え、これでももうほぼ。いや、あ、じゃあこっちの方がいい。あ、これ。マジ？これ終わったかもしれないぞ。せや。これ23いないとめちゃくちゃつくのよ。え、ちょっと終わったかもしれない。カメラすまん、カメラすまん、カメラすまん、終わったかもしれない。嘘や、嘘や、マジ。ちょっと待って、え、富裕層かもしれん、これ。これ、事情変わってきた。16でもいいんだもんね。16も一応俺持ってるし、そっちは80倍ぐらいあったから、まあ一旦こっちは確かね、40〜50倍の2000円持ち。最後、42倍ぐらいだった、見た時。でも どっちが来ても8万クラス。ガチ？やったー。いや、ほぼ終わりやん。え、展示通りすぎ。私4と6って言ってたやつだ。三沢の展示やばくね。やばっ。ぶっ刺さってる。やば。予想や、買います。買います、買います、買います。え、やば。ホンブくんもできたな。できたよ、これ。やばっ。マジ？嬉しい。え、やったー。嬉しい。あの旅やん。あの
ジ？俺富裕層本当に？え？殺されない？大丈夫？贅沢に殺されない？大丈夫？やめて頼むよ一、四。贅沢に慣れていこう。ちょちょちょ。おお。やばい。ただたび。え、いいの？本当にこれ2000円持ち？2000円持ち。多分1000円1000円。ガチ？ちょっと確認しません。確認しよう。確認しよう。あれ？だいぶ落ちたけど。まあでも6万5000円よ。まあ。ほぼ富裕層。まあ純富裕層。純富裕層。ってことはね、いけるよ、俺今回。これただたびあるんですよ。マジである。まだ9時です。とりあえずチェックアウトの時間があるんで、そうそう、一旦片付けて、また帰って、車でもできます。車で戻りましょう。はいはい、最高。ただたび。最高。はい、ということでですね、今チェックアウトしまして、はい、ちょっとね、先ほど日中があったんで、はい、2日トータルで。はい。なんであと7万ちょいでただたびです。すごい。完成します。半分ペイしたんだよ。ただ。こういう時に気が緩んで、うん、ちょっとあの昨日なんていいとこ止まっちゃったから、うん、これで調子乗ってパンパンパンってやって負けるのが常なんですよ。そう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 、大体そう。だからちょっと気を引き締めないとと思って、うん、ちょっと今あるところに。俺もどこに向かってるかよくわかんない。はい、あの地下ロード。あ、地下ロードここでやるんだ。はい。それ富裕層行く？行かないです。いや行かないの。だから一回やっぱ地に足つけんと。いやあともう逆に早くなんかそういう地下とかに行きたい俺はもう。怖い。贅沢に殺されるからなんか贅沢っていうこの大きい文字がこう迫ってくる感じですまあちょっとねまだね、はい、半分ありますから、はい、頑張りましょう、頑張りましょう今日ねまくって、はいということで、はい、どこですかこれ。何ですか。鳴沢氷結。氷結。シンプルにあの氷のね柱がいっぱいある。お氷の柱、うん、まあ、いや洞窟みたいな。あ、洞窟なんだ。はい。で、今さっき看板出てたんですけど、はいはい、洞窟内の温度0度って書いてます。寒っ。短パンで来ちゃったんだけど。寒いまである。まあけど、暑いからさ、ちょっと涼めるし、うん、頭も冷えるかな。ああ、そっか、一回俺ちょっと、そう、盛り上がっちゃってるから。で、洞窟見て、なんか観光とかじゃないですよ。冷やすってこと。ボートやるってこと。氷点下の中で？そうよ。はははは。電波あんの？電波あるやん。マジ？いや、閉所閉所よ。私も閉所閉じ込められたらどうする。責任取れる。落盤する可能性ありますから。いや、迷路よ。本当にやらしたくないんだよ。死にたくない、まだ死にたくない。あ、死ぬだけ一緒だ。やだよ。ほら、うい、見てほら、すごいよ。怖い。すごくない。寒い。うわ、これだいぶ暗いな。あと頭上注意ね。文句しか出てない。大丈夫。ちょっとどこのレースやるか決めといてくださいね。うわ、これ劣悪です。あ、これかな。ここ気をつけてね、頭。本当に怖がってるよ。こういうの無理なんですか。ボートレースでもしましょうよ。ボートレースしたら落ち着く。心が落ち着くかもしれない。電波ねえわ。ないと思ったよ俺も。狭いな。狭い狭い狭い。中腰。ここに立ていられない私。絶対もうコウモリのおしっこの匂いする。どういうことなの。あ、来た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 よ来たよ来たよ来たよ。メイン的なとこ来たよ。めっちゃ怖い。わ、なんかすごい。あ、やばい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 。青木ヶ原樹海。思えば願いを届けます。で、見てこの右見て。これ地獄地獄かな。なんで。一度足場を失う者なら二度と帰ることのできない危険な穴です。これ縦穴だから、これ落ちたら終わるらしい。地獄穴。え、どこ。多分この奥。あ、やばい。怖い、もう帰ろう。怖いよ。うわ、すごい。これすごい。これさ、氷じゃないの。これすごい。え、これなんでこんな氷なの。わかんない、これ自然なんすよ。マジ。
ごい。あ、エルサみたい。あ、マジでいいわ。エルサみたい。見たことないな。見たことねえのかよ。よし、3、2、1。あ、いいね。またなんか、こう、雪ファーってやってるみたいなやつ。あ、いい、ね、それ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 。はい、すごいね。もう綺麗っちゃ綺麗やけどさ。すごい。寒いって。じゃあこの日常にありがたみがさ生まれるでしょ。確かに確かに。でボートレースできる喜び。これでね。一人全力坂やったぐらいハーハーした。鳴沢氷結でした。よかったですね。まあ、プランとしてはプラン A は、チケットショップに行く。プラン B はサルマワシ劇場に行くっていうのがある。何何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 何だ、猿がいろいろやってくれる。はいはいはい、はい、見るやつ。あー、興味ないなぁ。1時間ぐらい滞在、2時間ぐらい滞在して、ちょうどいいっちゃちょうどいいんだよね。なんかとんでもないとこに来たんです。すごいですよ、ここ、サテライト双葉、オートレース双葉、ミニボートピア双葉、ジョイホース双葉。だから、全公営競技がここで楽しめる。めちゃくちゃやな、ここ。とんでもない施設よ、これ。ディズニーシーとディズニーランド一緒になりましたみたいなこと。そう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 。まず何やるまず何乗るみたいな。まずジョイホースじゃね。ジョイホースからこう成り上がっていく。あ、あれ目の前パチンコですね。いや。この時点でもう競技が今5つになったってこと。競輪、競馬、オートレース、ボート、パチンコ。全部ここやばい。ここやばい。この式、この 100m 圏内やばいよ。全部あるんだ。ちょっと行きますか。こう。多分もう入ったら全部できる。行く道を選ぶのだみたいな感じ、これ。そうですね。安定じゃ全部あらんだろこれ安定ないだろこれ一個も全部払うよこれ払いなくださいあらんでいこうその扉をこの扉でいいんですね入ってった金だマネーだおこれで頑張ってやったおこれを増やせばいいからでこれを3倍ぐらいに思うのできればいいんやろそう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 それぞれが3倍にした瞬間にもう勝ちっすよねでも全員が勝つっていうのは難しいからまあ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 、まあ、誰か乗り上げてとりあえずこの中でやっとけばもうマイナスはないからそうですね、分かりましたいけるよめっちゃいい、めっちゃいいのよそこからこれ私はいこれミサオさん。はい。まあ最終レースやな。もっとボートやりたかったけど。ああもうこれで終わらそう。終わっちゃうから。うん。買いすぎ感ある。全体でいくらぐらい使ったんだ。やりました。さすがですね。一番最初のひらめきが一番大事だねやっぱり。いやみんなでここにドカンできればよかった。そうだね。まあでもこれで一旦今の勝負レースを、まあ、プラマイゼロになるから。プラマイゼロで済ませたから女はでかい。確かに一人浮きはしてる。みんなに配れます配れるありがとうございますこれある意味終わるとこあるからねちゃんと、うん、うち3443今持ってますたくさんあとは136っていうのも持ってる136の方が高いんじゃないかはい、135持ってた135持ってるあとそうだ私が13443中キング34の6 5344の6、うん、5点なくはないはずなんだがなんか4いったあ大丈夫、はい、いいいや、6きつそういいよいいよ3いいよ4は3入らない入るよ入れないじゃんなんでマジなんで3はすごい寺田うまっちゃったけど寺田さんうまえ、126はないでしょだって126ないじゃん134の6マジなんかなってない
いや、4来た、4来た。なんであそこ3じゃなかったのか。待て、ラズ命だ。遠いで安いとこ見てるとね。まあ寺田さんがいなければ当たるんだけど。そうだね。でも一人だからな、もう一瞬6あったな。6の3着なんかないか。うわー頑張れ。うわー展示構想だ。あそこ132になったらまださチャンスありなんだよね。そうなんだ。これは厳しいな。厳しいね。寺田さんがもう寺田さんめちゃくちゃええ。渋滞にはまった。ボーナスでしかない。あー贅沢して。え、贅沢入りでした。贅沢切れた。贅沢切れた。ダメだ、一回上がった生活水準と落とせないかも。いや大して上がってないだよ。そんな体に染み付くほどやってないんだよ。本当に数時間の話よ。摂取しまったよ。ここから 1.4km の渋滞が発生しています。通過に10分ほどかかります。おい、タイムイズマネーやぞ。ダラダラ生きてるやつがよく言うよな。誰がダラダラ生きてる。確かにダラダラ生きてるな。平和島6です。俺は4軸にした方がいい。もう4頭だけにしようよ。4からのゴロゴロでいいんじゃないか。2点4、5、6、1、5、6やりすぎか、2点でいいか。うん、2点です。よかですか。うん、もう1駅収容ないのか、まあいいか。かなりのレース数やってるな。いや、それで今だってプラスなんだもん。2万何歩勝ってるんで。すごい。冬さ、ボートレースやんないんだけど。まあまずね。はい、来るよ。4、5、6、2点平和島6です。固定だけ見たいな。いや、わりかしいいんじゃない。いいよ、そのまま全てを包もう。はい、あるよ、あるよ、来たわい。ある。あー、なっちゃん。いや、大丈夫大丈夫、さすがに大丈夫だろ。今4の頭よ。4頭で、後ろ6 4、6。ただ、5がいないんよ。4、1で回ってる。ただ、1? いや、大丈夫大丈夫、これここで変わる。これ6が指しての、え、なっちゃんがついてこないと。あっ、けたあらららら。今4-6だった。で、1があるばい、あるばい。ちょっと先行してるんだけど、なっちゃんが頑張ってる。いや、さすがに、1停進ぐらい。これ包まれて5だろ。ほら、そこ刺せばいい。いい、ある。そこ、なっちゃんが刺すだけ。ある。来た、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 来た。え、しかも4、ゴロゴロで6、5の方が高いだろ。多分6、5の方が高い。高かった、高かった。これ2点で刺したよ。2000円よ。おー、お前ら最高だよ。来てる来てる。不労所得じゃないですか。不労所得。俺運転してるだけでお金が増えていいんですか。ただ、渋滞にはまってるだけでお金増えていいんですか。天地ぶっ刺されすぎじゃない。天地うまっ。いや、しかもこれミサオさんの4がいいという情報ですからね、うん、そう。スタートが見えてる。俺、ちなみに4誰。沼田くんか。それすら分かってないから、こっちは言われるがまま買っただけだから。マジかよ、やば。すごい。で、6は絶対にいいわけじゃん。腕もいい、足も良さそう。え、すごくない。そんなん2点で取れる。取れない取れない取れない。え、これで多分4番ぐらいにはなったかな。トップまで回復したんじゃない、もしかしたら。はい、4、6来るよ。ゴー、あっつー、タラタビ復活。タラタビすごい。来ました、23倍でございました。4万6000。よし、まあ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 、これいけるね。いけるいける。だからミサオさんがこのレースも見つけてくれたから。そうそうそう。またちょっとミサオさんがいいレース見つけて展示見て買うっていう、うん、ちょっと引き続きミサオさんよろしくお願いします。お前は何をやってるんだよ。それから富裕層チャンネル、富裕層見つける。お前富裕層じゃねえだろ。いい加減にしろ。貧困層。さあ、ということでですね、はい、ちょっともう時間が来てしまいまして、もう都内に到着しちゃいましたので、はい、これで残念ながら終了と、うん、まずは収支の方をですね発表したいんですが、まあ、かかった経費先にもう改めてね、
お伝えしておきましょう。はい、かかった経費がですね、約14万5000円ですね。14万5000円。はい、かかったの14万5000円。まあ、諸経費全部飲み物とかかかったね、全部入れて1泊2日にしてはかかったよ。あとボードレースでまくるっていう感じだったんですけど、はい、で収支の方、はい、浮いてる分は65,500円です。おお、いや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 、いいんじゃないの。すげえ、ひとまずは2日間散々ボート買って、うん、だからただ旅とはいけなかったですけど、激安旅になった。やばい、うん、ただ旅ハーフですね。ただ旅ハーフ、うん、ハーフまで来たと。いや前回に比べたらだいぶ、そうね、前回倍かかったから倍とは言わないけどさらに傷を負ったんだからさ、はいはい、そして重要なのはここからです。中金もしくは僕が背負うことになります。いやそれはもう勝った気いいんやないもん。ありがたいね、本当に。今回の旅で、はいはい、どちらのまあその所作だね、今回ちょっともてなしみたいなところはあえてちょっとあまりできなかったんですけど、うん、露骨なやつは、うん、いやでもここ重要ですから、うん、水尾さんではお願いしていいですか。銀行になっちゃうから。今回はその自然な感じで、はいはい、お届けしてくれた。無理してないでね、うん、自然に優しくできるか。批評ポイントはね、今回は合計で3つです。おいいなって思った。そのポイントがあったんだ。めっちゃあるよ。で1つ目、はい、昨日ね、うん、人さんがプールサイドのところで、おいおい、私が多分ね上がってびしょ濡れだったよ。多分タオルが1枚ないかもの下りから自然に使っていいよってやってくれたところで、今日あの洞窟、お洞窟洞窟入ったよね。はい、洞窟ありました。あそこで中金が、おお、めちゃくちゃ自然に、うん、でもちょっと滑るから足元気をつけてっていう、なんかあのポイント取ろうっていう、いつも悪い中金ではなかった。そうだね、うん、ありがとうございます。大本や。いやでも次重要、まあしょうがないしょうがない、11今1点1点ね、まあ、1点1点だったり、うん、あの朝朝今日の朝、ね、作ってくれた方がいます。ただたび入ってました。そうだよ、おめえ誰よりも先に風呂入ってたじゃねえか。人さんは率先してあの台所に立つっていうのを、あー出ちゃったかな出ちゃったかな。やっぱあーもう二人先に食べててって言いながら、俺風呂入ってくるからって言ってた。俺シャワー入ってくるからお前ら先食べてろよみたいな雰囲気だったもん、ね、俺負けってこと。はい、ということで、はい、今回私の勝利、中金敗退というところで、惜しかったよ。しょうがないわ。で次回はね、はい、あのもうちょっと僕も攻撃的にやりますよ。でもう行くところはリゾグラ、もうリゾグラ一着なんだ。リゾグラしか勝たん。いやでもこのぐらいの感じのね、はい、雰囲気のところを探してまた旅したいと思いますんで、はい、ぜひ皆さん、ただたびまた次回もお楽しみに。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではまた、ありがとう。さよなら。ありがとうございました。中金25万。あ、早く払えよ。どうも貧困層です。